お待たせしました。再開ですが、これつなげることってできないかな。無理なんかな。結局、道路から作り直しになってしまった。まあ、ここはもうできてるからいいんだけどな。しかも信号からやり直さないといけないよね。これは真面目につらい。
京駅南口。5時45分から21時15分だよな。で、直進でいいはず。3分で全車に適応して、96はここ折り返して、97番6時5分の6時5分の22時5分で、これは697番を折り返しだよな。ステーションで引き込み線で
この辺も削除して、一旦ここセーブして、やっちゃったらめちゃくちゃ痛手だよな。うん、でこれは右折か、右折の左折だな。まあ右折で、そうだな、9697は左折の、こっちは右折になるね。全部10分で折り返しだろうな、ここは。で、98が、貼り付け？あれ？折り返しで。で、コピー解除で、発車時間。
1時半かな。やっぱり一番遠いからな。で、その代わり、当然のごとく、20時45分ぐらいまでだろうな。21時ぐらい前かな。で、96番を早速設置しましょう。でかいな、このゴルフ場。置くことはできる9ホールのゴルフ場だけど。相当のやっぱりお金が出ていくんだよな。やったとこで。まあ、この辺は絶対無理だしな。ん？これなんだろう。なんかあんまり場所は良くないな、この場所。これなんだっけ？
反対か。反対だ。できた。まあ稼げるかどうかまた別問題だよな。ゴルフ場作ったらいいものの、うん、いや、どこにあるんだ。これは折り返しじゃないよな、通過だよな。まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ、これ折り返しちゃんとなってるよねってことで、まっすぐ、まっすぐ、まっすぐで、ちゃんとまっすぐで、で左曲がって、で右曲がって、で、まっすぐまっすぐで、北はま、三分停車だよな。で、まっすぐ、左、で、折り返し10分で、OK、ます。で、右へ行く、まっすぐ行く、三分停車へまっすぐ、これはまっすぐだな。プラント前をまっすぐ、左、で右へ行く。10時39分か。96は5時45分だよな。で、ここ折り返しになるから97は配置して、
配置して、でダイヤウィザードにな、モードにして、そして左だな。で、6時31分、6時33分か。で、右へ行く。プラント前は3分でまっすぐ。まっすぐ。相良大野駅北はまっすぐ。で、まっすぐ。で、左に曲がる。で、10分で折り返しか。7時35分だな。やっぱり1時間かかるんだよな。まっすぐ行って。で、左へ行く。8時29分かな？ 8 時32分。信号の運によるからな、ここは。でも、ちゃんと折り返しになってることを確認した上で。これで、ね、いいと思いますね。ダイヤウィザード解除。車窓だけ見てみましょう。
車窓解除して一旦保存。お、なんだ、ゴルフ場オープンっていうのができた。これどこまでメリットあるのかがわからん。作っては見たものの、なんかゴルフ場オープンするとなんかいいことでもあんのかな。これがゴルフ場ですが、儲かってはいないしな、ゴルフ場。公園か。もう公園はちょっと邪魔だな。後に撤去をさせましょう。なんかどんなゴルフ場なんだ？どこにピンがあって、どこはグリーンなのかがわからん。まあしょぼいな。正直シティーズスカイラインのゴルフ場だったらもっとなんかすごいホールが作れそう。ちょっと待ってね。3時間もかかってないんだよな。2時間45分なんだ。でもちょっと運が良すぎる感じではあるよな。97番はまあ3時間として、2時間45分5回だと4回で11時間だ。6往復だな。6往復できるんだな。まあできるって言ったらできるけどな。ちなみに5往復だと15時間、11時間の13時間45分か。まあ6往復だな。まあ本来であれば98番だな。98番は
こうかな。関門店。うん。北関駅は通らないんだよな。さて、じゃあ何時に出るかだよな。まず北京を。でもやっぱり早く出たい。まして走りだからな。早く出て早く帰ってくるっていうのがベストかな。5時半に出て21時に帰ってくるっていう感じで行きます。今21時27分だな。で、3分停車で、
で、98は、こっち、ここに配置か。折り返しで、5時半から21時ってことで、ダイヤウィザード、とりあえずスタートだな。こちら北京車庫もあります。さあ出ましたね。まっすぐ行きます。で左へ行く。半門店経由だっけ。半門店経由だな。まあ、どんどん行きましょう。お、バスがやってくる。今7時台か。ちょっと早いかもな。さあ、そして、サイン続行ということで、なんか、なんだったんだ、今、なんかあったよな。あ、追いついたな、ついに。7時39分。プラント前右へバスが次々来てます。プラント前ですね。8時36分かな。
8時39分。次が半門店。住宅地は中を通っていって駐車場の横を見ていきます。環状線を見ながら到着ですね。8時16分。9時ですね。9時台か。で、右へ入ります。で、まっすぐで、環状線沿いを行って、このバスターミナルへ入っていきます。9時54分かな。だいたいでも2時間10分ぐらいですね。うん。ここも延長しないといけないですね、いずれは。南側からこんな感じで。中ぐらいかな。この辺に駅作って、さらにもう一駅この辺に作って、一個なんか作って、でさらにそこにバス路線を設置するような感じかな。儲かってんのかな、これ。儲かってはないな。高層マンションも含めて。もうちょっと儲からないとな。厳しいな。買ってくれーっていう感じやな。公園とかあったっけ？公園って公共施設やったよな。これだと、ああ、引っかかっちゃうんだ。台は論外だしな。
これはあれらしい。動くとかになるもんな。灯台？灯台はあんまり意味がない。ターか。ビッグベンなんてあるんですね。コロッセオでかいよな。コロッセオ、コンビニもギリギリだよな。うん、郵便局、レンガ式の建物か。あの百貨店でも欲しいよな。こんな感じの。ギリギリだな。このオフィスビルあると。ギフセンターちょっとし、これ何？遊技場か。パチンコですね、いわゆる釣り堀。銭湯とかな。競馬場。これなんだ。これなんだろう。まあ祭り屋台ですかね。これはでかいな。でかい。水煙として。なんか駅前にありそうなしょぼい建物だな。ちょっとやっぱり物足りない。これならホテル作った方がいい。ねえ、でこういうホテル、ビジホだな。いわゆる温泉宿とかもいいかもね。オーベルホテルとか。シップホテルか。海じゃないとダメだ。またそうですね、デパートとか。でかいな、ヨドバシ秋葉。うん、これ作っとこう。いい感じですね。なんかちょうどいい感じかも。はい、ということで最後に、4時間半か。これの往復は。4時間半、13時間半だから4往復ってことになるよな。
全部で魚王のかなは13往復取るわけで、バス頻発してる感じですね。バスがまあ3本バスがあるからな、あんまり長い区間じゃないけど頻発するような感じではあるよな。7往復、まあそんなもんかな。リニアからここへ通じると結構市街地へ向けてのバス路線っていうのは良い感じかもね。まあ将来的に高速道路を走らせるかもしれないんで、こんな感じで、車窓を見ながらお別れしたいと思います。追跡だとどうなる？追跡だとこうなるね。ミュート信号に引っかかっちゃったな。はい、まあどちらにしても環状線東側のバスがこれで出来上がったんで、まあ、ただまだあのバス走ってない区間もあるんで、もう一回だけちょっとバス走らせて、終わりにしたいと思います。ちょっと途中で誤ってパソコンの電源切ってしまって、接触が悪いんだよな。申し訳なかったです。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。プレイリスト、ブログ、ツイッチのアカウントフォロー、ぜひお願いします。プリーズツイッチ、マイアカウントフォロー、プリーズ。マイ YouTube、ディスライブ、マイ YouTube、チャンネル、アープ。まあ、YouTube チャンネル、サブスクライブド&グッドボタン、プリーズ。はい、2日後ですね。21時。
2日後の5日21時頃にアップいたします。ぜひ見てください。YouTube のチャンネル登録、高評価もお願いいたします。最後に旧 Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひアカウントのフォローをお願いいたします。アカウントのフォローおよび ツイートのリポスト、ポストのリポスト、いいねもお願いいたします。ツイッター X マイアカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ、はい、ということで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。